西部劇で荒野に転がってる草ー。さあ しっとりやってるやついたな。なんか漏れてたな。さあ皆さん、はい、このゲーム舐めてたですけど面白かったですね。いや本当に面白かったですね。宇宙に行きました、みんな。ガシさんも行きました？あの行きました。行きました行きました。もちろん楽しかったですやっぱり。先輩が死んでしまったじゃないですか。そうですね。やっぱ救いたいわけよ俺は。はい。だから、ね、やり込んできたよ俺は。いやーすごいエンディングだったね。まあすごかったね。まあ、ね守ったし。うんうん、いやーまさかロケット乗ってまた違ったとこに行けるとはね。うん、そうね、すごかったよね。説明がすごいな。2時間ぐらい転がして俺らシードめちゃくちゃ貯めたよ ね、 ボスね。確かにカードとかも集めたしね。ねカードを使っていい思い出だわ。なんか俺以外に撮ってる人とかいないの？やったか。なんか俺以外に動画撮ってる人いないっすか、ね、こいつやっあこいつマジかやったね。こいつマジか。ちょっと私はい今 OBS が嫌いでして。やったな。ずっとタイトル画面が映ってるんすよね動画。あれそんなことあるんだ。キャプチャー範囲のやつミスったか。いやなんか動いてなかったのよ画面が。ずっと画面がその動いてるってこと？たまにずっと画面がなんか同じ画面ってになってる。たまにあんのよ OBS。声は動いてんだよね。声は取れてます。あのサイコクラッシャー映ってねえのかよ。サイコクラッシャー映ってなくてですね。ちょっとなんかね家庭とかは全部もう一人で実況撮ってやるので、はい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 、多分みんな得意だと思うんだけどさ、うん、あの初見のフリでエンディングだけちょっとお願いできないかな。はあ、ああ、ガシさんとかね、キプレイの実況得意じゃん。まあ、うん、はい、で、キュウ君とウッシーはいつもキプレイのふりしてね、キプレイでやってるわけじゃん。キプレイのふりして、初見のふりしてやってるわけでしょ。実況。キプレイのふり、キプレイのふりはしたことないのよ。一回もないのよ。初見のふりはあるんだ。あ、難しい。初見のふりはある、ね。初見のふりはね。あ、昔に全部。時とかはある。まあまあまあ、ある。全部やってる、毎回やってるわ。ちょっともう初見の逆に手間かかってんな。すごいな。はい、皆さんこんちゃーす。録画ミスしたレトルトです。大変申し訳ございません。いや、タンブルウィードはね、やっぱしっかり終わらせたかったので、録画ミスしたといえども、ちょっとしっかりねやったことをお伝えしようかなと思いまして、パート1面白かったもんね。で、パート1の時は、まあ、宇宙に行って、まあ、先輩というかね、あのこのタンブルウィードの先輩に、地球を救ってくれって言われて、まあ、1分半の間に、まあ、ロケット装置みたいなね、あのレーザー装置みたいなの破壊しろって言って失敗して終わったんですけど、まあ、その後ね、俺ものすごくやり込みまして、まあ、パート2で倒そうと思ってたんですね。てか倒したんですね。しかしその動画は映ってなかったということで、どんなことが、強化されたかをまずお見せしたいと思います。まずジャンプ、はい、無限に飛べます。無限です。てかもうね、空飛べんのと同じなのよもうこれ。もう前回見ていたタンブルウィードとはもう全く違うものなのが分かりますよね。これ屋上とかもね普通に行けるようになりましたし、もうダッシュも、すごいので、もう飛びながら、確実にもう余裕で移動できるようになりました。もう宙にね落ちることがねもう基本的になくなったって感じだね、ふわふわ飛び続ければ。でまあサボテンとかも、こうやって近づくとドンドン、はい、2発で終わると。そして経験値もね、もう1個倒すだけで5000ゲットできるようになりました。この TP アップグレードとかもまああるんですけど、スキルカードとかね、シードアップグレードとかもほぼ、満タンになっております。ダッシュも上げちゃいましょう、ジャンプも上げちゃいましょう。はい、もうマックスだね。はい、完全にマックスになりました。もう強すぎるんだよね。のあとですね、まあ、いろいろ技も手に入れたんだけど、前回見せることが、できなかったこの波動砲ですねとかもめちゃくちゃ強くなって、
ちょっと見せたいな。波動砲とかもこのサボテンに向かって、おい、こうやって貯めてこう波動砲で敵を倒すこともできるんだった。あー、モンスター来ましたね。はい、モンスターもね、本当に前だったら20分ぐらいかかったんですけども、もう強すぎんのよね、普通に。もうアタックとかでも倒せんだけど、ほら、おいおいおい、スタミナを3使えば、うん、当たんないな、当たんないな。おい、これでもうわずか、正直うまくやれば10秒で倒せるようになりました。はい、いらないですね。まあこんな感じで超絶強化されたんですよ。そして赤いロケット、この赤いロケットに乗って宇宙に行けるんだけど、もう一つロケットあったじゃないですか、青色のロケットですね。すごすぎる。この青色のロケット、こちらは、シードを4000ポイント使って、4000か2000かどっちからだね、使っていくことができるんだけど、これで、4000貯めまして、転生繰り返してサボテン倒します、倒しまくって別の世界が広がっていたっていうことですね。すごいよねこれ、本当にね、広大なフィールドなんですよ。で、この広大なフィールドで何かあんのかなと思うじゃないですか。基本的にはマジで何もないの。ただただ、先ほどのマップの10倍ぐらいのマップが広がっていただけだったんですね。で、まあ、ここでやることがね、一つだけあったのよ。一つだけやることがあって、はい、これですね。この広大なフィールドに一体だけモンスターがいるんですよ。それがこいつなんだけど、このモンスターもね、ちょっと見た目が違うんすよね。はい、見てください。なんかね、かっこいいんだよね。さっきのやつ結構間抜けなモンスターだったんだけど、まあヒットポイントとかも上がってんだけど、でこのモンスターが、ここにいて、まあこの世界っていうのはこのモンスターを倒すためだけに、まあ存在するってことなんですね。で、まあ、このモンスターを倒す意味なんだけど、このスキルカードをやっぱモンスターが落とすんですけども、ここのモンスターが落とすスキルカードっていうのがものすごくレベル9以上ぐらいでものすごく強いスキルカードを落とすのと、で前回ね、動画撮ってる時に俺奇跡的に撮ったこのこっちの世界でしか落とさない、究極のこの何て言うんだろう、このダッシュが進化し、ダッシュ中の体当たりも強化できるっていう、これこれなんですね。あ、どこ行った、これ、ほらほら、このさ、サイコクラッシャー状態になるんですよ。これがあるともうね、永遠に飛び続けられるっていうの、これをねゲットできまして、もうなかなかの神動画だったんですけどね。まあ音声ファイルはあるんだけどね、音声ファイルはあるんですけども、まあこうやってね、飛びながらずっと体当たりができるっていうね、まあ、これめちゃくちゃ強いのよ。これもう移動も最高だし、ある程度動けるのもいいんだけど、うい、まあ、ちょっと早すぎてね、制御しきれないってのもあるんだけど、もうドラゴンボールの最強の飴玉状態ですね、あの ベジットのさ。まあ、こんな感じで体当たりを繰り返してね、倒したりしました。まあ、こっちの世界はなんかね、このタンブルウィードのゲームが出てから、なんか一月ぐらいでアップデートされたらしいんだよね。だからもしかしたら、この世界にまた別のエンディングがね、追加されたりとか、まあ、別の、まあ、目標とかが追加されたりとか、まあ、別のモンスター、別の技とかが追加されたりする可能性もね、アップデートであるので、強くなりすぎたな。もう全ての実績俺取っちゃったからね、このSteamのかなりやったんだよな。普通に5、6時間ぐらいは裏でやりまして、もうひたすら転がし続けてね、スキルも取ってみたいなことやったんだけどね。まあなので、まあ次はね、次アップデートがあって何かできることがあったらまたみんなでやって、まあちょっとその時はね、録画見せていいように紹介したいです。こいつもまあ言ってみんなで10分ぐらいかかったんだけど、まあこうやって俺の先ほど撮ったこのね、波動砲じゃない、サイコクラッシャーのおかげで一瞬で倒せるようになりました。スタミナ回復速度が上がるレベル9、もうこれもめっちゃ強いよ。これもすごい強い技ではある。これレベル10ですね。スタミナの回復速度が上がるっていうのもかなりいいので、でこの
加速ダッシュダッシュのやつもね、加速がすっごい速くなったの。それもちょっと見せて、皆さんに見せたいんだけど、あそこにねジャンプ台があるので、一瞬で加速して、どこまでいけるかを皆さんに見せたいと思います。すごくない？速すぎない？めっちゃ速いのよこれ、っていうことができるようになりました。もうねすごい、このゲームはマジで300円とは思えないぐらい楽しいですね。まあ、同じ300円のゲームにね、あのヴァンパイアサバイバーみたいなゲームがあるんですけど、こっちもいいですね。今300円のゲーム帯の、ね、価格帯のゲームが皆さん熱いです。皆さんも300円なんで買ってみてください。ということでね、やらせエンディングを皆さんみんなでね、やったので、そちらの方を見せたいと思います。とりあえず、タンブルウィードの成長記録はここまでです。ありがとうございました。そしてすいません。この気がここか。なんか懐かしいな。1週間なのにすごい懐かしく感じるな。懐かしい。に、え、1週間前だっけこれ。1週間前だよ。だよね。そっか。あ、飛んでるやついる。飛んでるやついるぞ。見えますか。あ、サイコクラッシャーしてるやついる。いやー、これ撮った時も感動だったのにな。サイコクラッシャーが飛んでる。悲しいよ俺。オーラまとったやつ遠くに見えるもん。見える？ここがロケットの場所だから。ロケットの近くになんか人玉みたいなの見えるもん。こうか。見える最高クラッシャー。ここだよ。心霊現象が飛んでる。ああ、見える見える。あ、飛んでるわ。あ、いるいる光ってる。ここだ、ロケットは。これ近隣の住民に UFO だと思われてそう。こんなことができるようになりましたって、俺一人実況入った後だからね、これ。なるほどね。悲しい動画なのよこれマジで。悲しい、悲しいお知らせじゃん。悲しいお知らせだわ本当に。はい、じゃあ戻りまーす。ちゃーす。トップ4からの悲しいお知らせってタイトルにしようかな。俺たちもなの。悲しいよ。戻っていい、え、持っていいの？悲しいね確かに。でも戻りましょうか。なかったことになってるね。雑談とかせずにねやったのにな。うん。そうだよ。悲しいよ。小競り合いやったりしたのに。確かにシード集めのね。誰が帰る、ね、誰が先に乗るかって。音声だけはあるんだけどね。え、これ言っちゃってるの好きにも。言っちゃったのが俺たちを置いてった思い出。あったなぁ。あー、もったいねー。俺と牛が同タイミングでついたのもね。もったいねー。何とも出し抜こうとしててどうしたって。いやもうショックだわ。面白かったのにな、面白かったよ。いつもより面白かったもんね。下手したらそうかもしれない。よね、で、赤いロケットの前で。はいはいはい。サムネもないから。あいつ元気だな。あいつ元気なんだよ、オーラまとって。いいだな。こんなこともできるようになったのに。すごい。宇宙行って、ちょっとサムネ撮ってもらっていいですか。そういえば、何もないんすよ。え、もう宇宙行っていいの？宇宙行っていいよ。何もないのよ。やっぱもうバンディカムだわ。え、別にタイトル画面さ固まってるってこと？完全に。そう、タイトル画面で固まってる。あで、もう固定画面、もう画像みたいなもんってことでしょ？そう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 、画像で音だけは入ってるみたいな。それ多分ね。え？うん。あれだよ。修復いける？修復は絶対できないね。できないね。OBS のOBS のソースをね、ウィンドウキャプチャーかなんかにしちゃってるからだよ。あ、まあ、そうだね、ゲームじゃ。あ、ゲームじゃなくてってこと？ゲームキャプチャーに、うん、かウィンドウキャプチャーどっちかが間違ってるから固まってる。あ、そういうことなんだ。うん。ごめん。うん？ごめん。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 なんかいろいろ悩んだ末に出たのが。ごめん。ごめん、1時間喋ってもらったのに。え、どこで撮る、どこで撮る、ここで撮ります。いやもったいないな。そうそう、完全に。あーでもいいよ、いいわいいわ。オッケー、ありがとう。いいね、いいね。はいはい。じゃあここから初見のふりして、あいつ倒しましょう。初見のふりむずそう。難しいな。できるよ。やったことないもんな。こんな最高クラッシャーとかなかったの。どんぐらいで倒せるかな。こいつは結局何だったんだよ。分かってないもんね。ええ、こいつは何なのか分かんない。お兄ちゃんいるんだよね。そうね。青いせいだね。強すぎる。倒すかー。もう化け物ぐらいのスピードで倒せちゃうぞこれ。もうた波動砲じゃん。これもう終わったもん。終わった。はい、やばい。空中浮いちゃって全然倒せてない。終わった。
これそれぞれ違うんだよな、ちょっと。そうね、多分ちょっと耐久度が。ああ、なる地球が。ああ、はい。タンブルディウィードディスティニー、荒野を転がる。終わった。終わった。よいしょ。さて、これどうなんだ、はい、エンディング流れるだけなんだよ。終わった。あ、得意だな、あいつ。どんだけの人が関わったのかな、これ。え、たくさん作品そうだよ、ね。確かに。どんだけの作品。緑川さんがゲームデザインしたんだって、すごいわ。いや、それもやったのよ、緑川ミス。緑川ミスもやったから、それ。黄緑だった。そう前回と全く同じミスやめろ。ヘビの命の作者なのよ。確かにそうなの。黄緑さん。俺は黄緑さんとコラボするか。すげえ。いいな、それも。いいね、確かに。ものすごく丸いやつ出すか。でっけー。結構人気あるからね、これ。いやー、いいゲームだもん、これ。すげえ地球リアルだな。あいつだけ初見の実況まだやってる。なんで、黄緑だらけじゃねえかよ。やってる、まだやってる。やったな。ふざけんなよ。先輩が途中転がってくんだよな。ヘラヘラしながら突っ込むかそれ。一人でもそんな感じでやんないと思う。じゃねえかよ。終わっちゃう。終わった。転生。832しかもらえない。ちょっとしかもらえない。そっか。アップデされたらまたやろうね。ね、そうね、守ったからすいませんでした。守りましたよ、地球ちゃんと。ごめんなさい、守りました。